るくていいよ。あ、確かにやっぱ大理石明るい。トイレからヤッホー、 DIY リフォーム女子部のマスミです。はいです。どうもこんにちは。今日はですね、出張来てます。知り合いのトイレがあって、はい、床汚いからやってくれって言われてじゃあ早速一応行っちゃいますか。行っちゃいますか、うん、今日のトイレはですね、うちよりも全然広いとお邪魔します。こちらです。おおトイレって感じ。トイレ空じゃん今日はトイレの床です。じゃじゃん。わかります。結構なんか黒いシミとかあるんですよね。なんかさ、昔の雑居ビルの雰囲気変えたいね。そう、雰囲気をね、やっぱ変えるだけでも床だけでも明るくなると思う。確かに、うん、もう今日のえ、なにマスターオンジだなんで用意してって言ったじゃんDIY をやると無心になれるんだよね。気持ちが落ち込んだりした時とかは DIY 結構おすすめ。なんか悟れる。物を忘れた犯人かわいい今日買っていくものを紹介していきたいと思います。はい、こちらです。じゃじゃーん、リメイクシート。はい、今回はダイソーさんですね。リメイクシート貼れるタイプ、うん、大理石柄ホワイト 30cm×80cm。 はい、このダイソー行って売り切れのお店とか結構あって、あ、これなかなかないんですよね。巡り合えなくて、うん、やっと巡り合えた。あ、次はこれカットするやつ。スムーサーですね。おなじみのカタ、そしておなじみのカタ。境目がめっちゃ綺麗になるから、うん、ローラー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 、それなんか顔のシワで持てればいいね。クッションフロアなんだよね、うんうん、洗面台の隙間とか見ると波打ってる。そう、今日はこのまま貼っていきたいと思います。はい、今日のポイントは綺麗な形じゃないから、例えばこの便器の形に切るとか。あー、これここの丸とか。確かに、そう、これちゃんと型取んないとできるかな。シートまで切られて剥がして、それビニールなんだ。シートメモリもついてるので、うん、切りやすいですね。剥がる折り目のとこまで押したいな。だいたい10センチぐらいかですかね。端をまず合わせて、まず貼るとこ決めちゃって全部剥がす感じ。あ、楽だね。この瞬間でもね、大理石貼ってるから明るくていいよ。あ、確かにやっぱ大理石明るい。かわいいね。しかも意外とあれだね、こう折り目がさ残るのかなと思ったけど、うん、ちゃんとスムーサーで押してるから全然もう分かんないよ。 OK、 綺麗。よかった、早い。え、ていうかさ、腕上がってるよ。おー、ノーマルですね。てててててて今のんちゃんがやってるみたいに、まあ、角に合わせると隣に貼ってる貼り済みのシートの余る何センチか分かるから、めがけて切ればぴったりになるわけじゃん。この部分を切った完成したのがそっち。これ、そう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 、はい、楽じゃん。メジャーとか使ってもいいけど、なるべく使わなくてもいいようにしたのがこれ。そう、ちゃんとメモリをね書いてあるから、もうそれ有効的に、そう、使いましょうと。使いましょうと。貼った時にこっちの壁側余るようにしました。その方が綺麗だから。確かに。うんうん。まあ余ったら余ったら切っちゃえばいい。そう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 。合わせちゃえばもう OK って感じにしちゃいました。はーい。お、綺麗。すごい。いいね、大理石。やばい。なんかそこだけ異空間だよ。やばい。すげえさ、のんちゃんさ、シュールだよ。シュール。なんかトイレで正座する女みたいな。綺麗に。あー、綺麗。本当に綺麗だね。元々ついてる線とかはあるけども、全然しまう時はないかな。できたー。あっという間に 1,2,3,5 枚。あれちゃったね。すごい、なんか前髪見てごらん。ビヨンってなってるよ。え、嘘。なんもうなんか今日前髪がパックリ割れちゃう。まあある程度貼り終わったんで、端っこ。のんちゃん、そこ行ける？行かない。便器の押
ートが。やばい。とりあえずここまで貼った。おお。仕事どうぞ。疲れた。疲れたの出てきそう。のんちゃんめっちゃ息上がってるんで、パトカーします。はい。どうしたらいいかな。ちょうど。こんなトイレ寝転んでるの初めて。やばい。やばい。この真ん中。ああ、なるほど。真ん中を切ってるのか。よいしょ。ああ、なるほど。そしてこれ上がんで、ほら。上がるんだこれ。出た。メモリがあるから楽ちん。ほら、あ、本当だ。テクタコの足みたい。言うと思った。あ、これだ。ほら。あ、いい。すごいすごい。あとは切ればいいから。そう。おお。ラウンド。ラウンド切ってる。切れたか。あ、切れた。ちょっとここ後で埋めていくけど。うん、ほら。でもでも、あ、おお、すごいすごい。おお。あ、切れた。ほら。お疲れ様でーす。トイレ完成したんで、はい、案内してもらっていいかな。おい、いいと思う。おい、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 うるさいね。明るっ。めっちゃ明るいですよ。どうですかこれ。やばー、変わりやらららら。いや、死んじゃうから。リメイクシート何枚使いましたっけ。12枚。おしゃれな。そう、おしゃれなのよ。お店のトイレっぽい。肌のツヤいいよ。反射で。そう、誰に見られるってわけないんだけど。掃除もやっぱしやすいですね。あ、それ思った。さすが床張り壁張り職人。わかってくださいよ。今見てもらっても分かるけど、うん、めちゃくちゃ軽いんだよ。トイレの床を大理石風に張り替えたんですけども、満足してるね、うん、変に粘着が強いやつじゃないから、小さいの床でも、ね、全然こうマスキングテープとかしてもらえたら貼れるレベルのものだと思うから、はい、よかったら皆さんチャレンジしてみてくださいって感じかな。みんな大理石や。大理石いいよね。明るくなる。はい、ということで、まあ、今回の動画ですね、ご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございます。はい、で、面白いと思った、ためになったと思ったら、高評価、チャンネル登録をぜひよろしくお願いしまーす。これ何これ何。また次回の動画でお会いしていきましょう。それではまた、バイバーイ。